10月11日が私の誕生日、49歳になります。吉谷さんと同じように10月に誕生日ってのはなんか運命を感じますよね。まあ漢字のローも例のロー一緒なんですけどね。で、私もね、本当にね、情報発信をしていて常識をぶち破るぐらいのことをしていきたいなっていうふうに思わないでもなかったんですけども、私がこれから考えていることってね、子育て YouTuber なんですよ。育児保育に関して私は今ね、がっつり毎日現場でまさに戦ってるわけです。その中で、あ、これ普通のサラリーマン家庭だったらここでストレス大きく感じるな、ここで夫婦のいざこざ起きるな、ここで多分こんな悩みがあるだろうなっていうふうに、私ね、客観的に推測しながらいつも大和くんと一緒に過ごしてるんですよ。今朝もね、4時半ぐらいに目を覚まして、でそっからね、寝てないんですよ、大和くん。ほとんど食べないし、さっき寝たんですよ。その中で、通常普通のサラリーマン家庭だったらね、奥さんが起きて子供をあやしてね、旦那さんはギリギリ朝6時半ぐらいまで寝かしたいわけじゃないですか。で、旦那さんは多分、おい、ちょっと寝かしてくれ、明日早いんで、ごめんごめん、あ、寝かしてごめんみたいなこと言うと思うんですよ。多分旦那さんのそういう言葉ですら奥さんにはものすごくね、心に来るっていうか、針のむしろというか、ほとんどワンオペ状態で子育てをやってる時に、旦那さんは相変わらず自分の仕事はね、必要なんだけども一生懸命やってると、うん、そして 2DK に住んでると仮定すると、お子さんは多分泣き出したりね、勘が触ったら外に連れて行かない限りは旦那さんがゆっくり寝れないみたいな状態もあって、旦那さんもあからさまには言えないけども、声の聞こえないところに持ってってくれみたいな気持ちをね、奥さんに送ると思うんですよ、テレパシーで。やっぱりそう考えるとギツギツするんだろうなとかね、で旦那さんは出勤した後も奥さんはもしかしたら、子供と2人でね過ごして、で意思の疎通もなかなかできないし、子供は癇癪を起こすし、洗濯しようと思ったらなんか危ないことやったりとかね、コンセント引っ張ったりとかで、本当に気が気でないまま、気を張ったまま体力を使い切ったまま1日過ぎて、しかもそれがエンドレスであるっていうね、このなんかいわゆる無限地獄みたいなループに入っちゃうんじゃないかなと。それは鬱になりますよね。そういうことを結構考えると、瞬間的にカーッと来て子供にね、乱暴なことをしたりとか、どっか閉じ込めたりとか、ネットをかける事件っていうのが後を絶たないのも、私はすごくわかるなと思うんですよ。ただ反面ですね、子供っていうのはほとんどの場合同じパターンで育って、1歳2歳3歳と迎えていく、全部じゃないですよ、同じパターンで対応することが大部分で可能だなとも思うんですよ。それは例えば0歳だったらどんなことが起きるのか、6ヶ月時はどんなことが起きるのか、1年経って1歳になった時にはどんな問題がこの子に起きるのか、そしてその対処法はっていうのはすでにたくさんの事例で解決済みだったり、解決に至るまでのルートがほとんど引かれてるんですよね。つまり情報不足だと何が起きてるか分からずに子供が泣いてるのをオロオロするだけになっちゃいますけども、対処法をいくつか知っておけば、それを一個ずつ試していって、子供がおとなしくなって、ああよかったみたいなね、対処することができるんですよね。で、私もね、まさにね、ネットビジネスをやって、もともと麻雀店の親父が今育児ってものに関わるときに、あらかじめ保育なり育児なり療育なりをしっかりと情報として受け止めたときに、学習したときに、今ね、突発的に何かが起きても、ああやっぱりこういうの起きる時期なんだみたいに客観的に見てね、冷静に対処するだけなんですよ。ほとんど作業です、そうなると。で、今日はたまたまどの対応策も通用しなかったんで、しっかりと時間をかけてね、さっきやっと寝てくれたんですけども、落ち着いて、多分起きたらお腹すいたっつってご飯も食べると思うし、すっきりと目覚めると思うんですよ。で今日またね、お風呂入って眠りにつくみたいな普段のサイクルが始まると思います。まあ癇癪を起こしてね、わけのわかんない、状態になるのってのは珍しいんで、その時ぐらいは自分のプライベートを全部ね、ほったらかして付き合ってあげてもいいかなと。これが毎日だと辛いんですけどね、でもまあ今は本当にそういう感じですね。ほとんどの場合は対処法がすでにあって、 A という状態の時には B という対処法があるっていうのを知っているだけで冷静に対処できて、何にもね、負担がないと、心に、むしろ楽勝みたいな感じになってきましたね。だから私はね、そんなにね、子育ても言うほど苦労がないというか、これを予想していたんで
まあ、資産もしっかり築いて外に出勤しない形をとっているんですよね。でもまあね、ライブ放送がなんかね、ちょっとあまり普段通りにできなかったりもするんで、それもね、開き直って子育ての現場からみたいなライブ放送してね、わーってヤマトが泣いて、ちょっと静かになった瞬間にちょっと喋るみたいなことをやったりとかしてましたけども、本当温かい皆さんのご支援のおかげで本当にうまくいってます。ありがとうございます。そしてですね、私がヤマト君と共に過ごしている動画を上げたり記事を上げたりするたびに、もうすでにね、子育てを何人か終えた方とか、それからヤマト君に対しては孫世代の方からね、いろんなアドバイスをいただいて、情報発信することによって私もヤマト君も育ってるんですよ。本当に助かります。ありがとうございます。なかなかね、保育育児の現場ってのを YouTube でリアルタイムに届ける人はいないと思うんですけども、あえてそれをね、私がもう開き直ってネタにしたところ、たくさんの方からご支援をいただいて本当にありがたいことでございます。これも一つの常識を破った形なのかなと思います。通常子供に手を焼いているところってライブ放送しないですもんね。今朝なんてずっと泣きっぱなし、顔かねーうわーって泣いてるところをね、ずっとライブ放送してるわけですよ。で、私は後ろまでニコニコしてて、まあ常識破りですよね。でも常識破りなことをした結果、多くの方から励ましとかね、ねぎらいをいただいたり、的確なアドバイスをいただいて、本当に、うまくいってるなと思います。皆さんで一緒に大和くん育ててくれてるような感じですよ。吉谷さん、私の常識は今こうなっています。もしかしたら育児保育の有料コンテンツが私のアカウントから発売されるかもしれません。今なら結構ね、自信があります。まあ本当に作ってみようかなと思いますけどね。それじゃあ、まあ行ってらっしゃい。